今鳥取の、林業研修に来て、素泊まりの宿だね。松屋総風ホテルかなについて、これが素泊まりで今回使わせてもらってる、霧の間、塔の間、ちょっとわからないけどね。だいたい1泊3600円で、この1階の、なんかね、一番寒いという部屋らしいね。で、あとここ、これはエアコンがあって、これはクーラーだけだって。なんかね、エアコンってなんか温まらないんだってね、この部屋。多分、畳だから寒いんだろうね。結構寒いっていう風な苦情が多いらしい。で、本当は今、4時ぐらいなんだけど、高速バスが早く着いちゃったから、今、早めにチェックインをさせてもらいました。して、これ今時珍しいね。ガスストーブ。で、ガスのチューブがて、これが、ガスのストーブで、これ上が全開で、上が2面つくんだよね。で、これ下が半開。で、この右側が消す。消火、点火と消火か。すごいな。でもこの上に何も乗せるなってね。いかにもね、スルメとか焼かれそうな気配はあるけどね。で、あと、このまだブラウン管がまだ生きているから使っているという、このブラウン管のテレビ。して、こっちの裏の方に行って、ここに冷蔵庫があり、これは電源入れれば使えるって。で、冷蔵庫と、ここに洗面台があるんだよね。なんでここに洗面台？なんだろう、多分ね、この壁？ここにコンセントあり、この壁の向こうが、どうやら、風呂なんだよね。だから多分、本来ここ繋がってたんじゃないか、ここ脱衣所でもあったんじゃないかっていうような憶測だね。初日、あと明日からね、林業研修が始まります。なのでちょっといろいろね、下準備の方してこないとだし。天井いいね、ここ。すごいな、松屋荘ホテル旅館が、これで素泊まりが3600円で、給食の一環であったら、4360円かな、が、鳥取県の女性から出るらしいから、一応ここはチャラになるので、大体3万円から5万円の予算でちょっと見ていきたいっていうのが本音かな。こんな感じですね。